2023年度の補正予算案で、防衛省は8130億円を計上し、その大部分を鹿児島県の馬毛島へのアメリカ軍機訓練移転に伴う自衛隊基地整備に充てる予定との情報をキャッチしたよ。馬毛島の整備費用はもうすぐ1兆円を超えてくるが、馬毛島の160億円がなんだか安かったように感じているぜ。野党の反対で大幅に遅れた馬毛島の整備計画、すべては野党が遅らせた結果で現在の物価高騰の責任は野党側にあるとも言えるよな。そうだね。今回は、現在急ピッチで整備されている馬毛島の現状を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛省は10日、2023年度補正予算案に防衛力や災害対処能力強化を目的として総額8130億円を計上したと発表したよ。鹿児島県西之表市馬毛島へのアメリカ軍機訓練の移転を伴う自衛隊基地整備経費として歳出ベースで、2684億円を充当して、経由施設や滑走路などの整備を加速させる見込みだね。馬毛島はロケット発射基地として有名な種ヶ島の西 12km に浮かぶ島で、住民登録はされているが、実質的には無人島だな。これに関しては用地買収問題などが発生したから、知っているよな。さて、馬毛島整備経費はアメリカ軍再編関連予算3169億円の大半を占める金額となったね。契約ベースでは839億円で、環境調査や詳細検討なども含む12年度からの予算を積み上げていくと計8519億円にまで達していて、24年度予算では一層の上積みも予想され、1兆円が間近に迫っていることになるんだ。同省によると、工事の進捗に応じて年度内の支出分が増えたほか、人件費や資材単価の高騰で当初予算の見込みより多くなってしまったということで、基地の早期整備に向け、資機材の輸送力を強化するため船を追加投入する経費にも充てるみたい。防衛省が8月に発表した24年度予算概算要求では、馬毛島内で最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の訓練施設の整備を進めるため約64億円を計上しているよ。都市近郊の基地や基地周辺に人家も多いから、どちらが先かという問題はスルーできないんだ。騒音や基地活動と周辺市街の民生がクロスし、双方にストレスやトラブルが生じ、機能不全となる問題が増える状況が山積しているからね。そんな中ではこのような無人島を活用したり、基地の再配置検討、国防戦略的な防衛基地のありようを根本的に見直す事例になると考える向きもあるようだな。日本の場合、列車や自動車で移動しても町や人家が途切れることがほとんどなく、よほどの僻地や山奥でない限り、人家の生活域が垣間見られ、日本の面積の狭さはネックとなっているぜ。国家の公共福祉や防衛政策といえども、取り組みとして国民一人一人の生活をないがしろにしてはならないのは当然のことで、国民を守ることが国防だし、しっかりとした対策と保障をしてことに当たることが政府の責任なのは言うまでもないよね。離島無人島を活用して広大な EEZ 排他的経済水域エクスクルーシブエコノミックゾーンを保守管理及び国土防衛を兼ねることにすれば、補給や兵站などに課題は残るけど、解決のアイデアや対応技術力は多種多様に存在しているんじゃないかな。いずれにしても国土防衛の前線基地が必要ということは間違いないという意見も多々あるんだ。沖縄県、鹿児島県近海では10月から11月にかけての1ヶ月間にわたり、いつにも増して中国軍の艦船、航空機などの活動が活発化しているよ。中国の艦船は、10月1日フリゲート艦2隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を航行し、1ヶ月後の11月1日には同じ海域を駆逐艦1隻が航行し、翌11月2日にはフリゲート艦2隻が鹿児島県奄美大島沖を航行したみたい。一方の航空機だけど戦闘機、爆撃機、偵察機などの活動は100回以上で、その内容としてはスホイ 30MKK、スホイ 35S、J10C、H6K、Y8、Y8J などの機体が確認されたそうで、多種多様な航空機を飛ばしたものとなっているよ。上述の活動はどれにしても、日本領空や領海を侵犯したものではないが、
中国は軍事力増強を背景として、日本の周辺海域で活発に活動していることは事実として受け止めなければならない状態だよな。中国の艦船、航空機が日本の周辺海域で活動を盛んに行う可能性は残念ながら今後も高く、中国はアメリカとの軍事バランスを重視しているため、将来的にも太平洋地域での存在感拡大を図っていくことは容易に予想できるぜ。最近、新型 FFM フリゲートマルチパーパスマインウォーフェア多機能護衛艦12隻の建造期間を5年に短縮するとか、アメリカから巡航ミサイルトマホークを購入する予定など、驚く速さで矢継ぎ早に防衛を強化しようとしていると感じるもんね。なんでこんなに急ぐのか、本当に必要なのか、何より金はどうするのかなどと疑問が浮かんでくるのは当然だよな。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNIUS ネイバルインスティチュートの発表によると、日本最大級の軍艦が2024年 F-35B ライトニング2戦闘機を運用するための一連の試験を受けるためアメリカ東海岸に来航するということで、この発表は2023年11月13日のことだったよ。USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは出雲型護衛艦のことで、2023年11月現在、2番艦加賀の飛行甲板形状が一新され、必要な改修が行われた状態で、試験航海などの実施中なんだって。日本側の視察団海上自衛艦と航空自衛艦で編成は、すでに10月末にアメリカ東海岸で大西洋沖を遊翼するイギリスの航空母艦空母プリンス・オブ・ウェールズ上で F-35B 戦闘機の運用試験を視察したみたい。ちなみに遊翼とは艦船が水上をあちこち動き回って敵に備えることの意味で、イギリス皇太子の損傷をつけたこの艦はただのんびり航行していたわけではなく、しっかり仕事もしていたというわけだな。 USNI によると、プリンス・オブ・ウェールズの試験と同じ海域で、空母化改修が済んだ出雲型護衛艦も F-35B 戦闘機の運用についての各種試験を行うと述べているよ。この F-35B 戦闘機については、実戦配備する際には複雑な手続きが必要で、その中にははるばるアメリカへ行ってテストを受けなければならないという縛りもあり、時間と経費がかかるし、戦闘機にも高額を支払うのに、そんな面倒なことをしなければならないのかとイラついてしまうよね。日本政府並びに防衛省は2013年平成25年以降、海自が保有している出雲型護衛艦2隻について空母化を進め、合わせて垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画しているみたい。F-35B は2023年現在、42機程度の購入が予定されており、運用するため飛行隊を航空自衛隊に新しく編成し、宮崎県新富町のニュータバル基地に配置することも公表しているな。前述のイギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズだけど、アメリカ東海岸での各種テストの中では無人航空機による試験、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っているらしいから、もしかしたら同じようなテストを出雲型護衛艦でも実施するかもしれないとも考えられるよ。上記説明の通り、空母化側すでに必要とされる空母化作業は完成しており、運用テストも最終段階を迎えたということだね。現状の空母化側増艦上の各種検査をしているんだが、最終的には電子機器のテストが終わればアメリカへと向かうことになると見られているぜ。数年ほどの短い期間あっという間に日本が空母2隻を改造したという能力には世界各国も驚いているに違いないと考えられ、なんといっても艦艇建造や改修工事の平均的工期と比べると短いよな。また、この2隻が揃って艦艦式に参加することを想像しただけでもワクワクするという声も聞こえてくるぜ。そういった人たちによると、加賀も出雲も空母としては中途半端な感じがするんだそうで、例えば、戦闘機が着艦できるスペースがすごく狭かったり、船体の大きさの割には戦闘機の格納数が少ないなどと不満を感じているようだね。今後建造すると思われる空母はそういった不備を改良してほしいと願っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2022年12月に時の日本の岸田政権は安全保障関連の3文書と言われる国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つを改定の上で閣議決定し、2023年度の防衛予算からその大幅な増額を実現させたね。これは岸田政権が発足時より掲げてきた日本の防衛力の強化を、その公約通りに政治的に進めた形ではあるが、2022年に正規したロシアによるウクライナ侵攻がその動きを、くしくも後押したと見る向きが多いな。国民からすれば増税を重ねられることになるわけだから、苦しい生活になってしまうかもしれないね。さて今回は、日本の防衛上で主戦力と目される22隻の潜水艦隊について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。故安倍首相や前韓首相の政権よりも与党自民党内における現岸田政権は、防衛予算の増額に関してそこまで強硬に推進することを、政治的に強く要望していたわけでもなかったように思えるけど、世論の影響も少なくなかったと映るよね。今回の安全保障関連の3文書の改定と閣議決定では、日本の防衛力の増強の柱にはスタンドオフ能力を向上させることが謳われており、その分野の兵器開発と調達に防衛予算を投入することが大きく報じられているよ。スタンドオフ能力とは、敵の防空ミサイルの有効射程圏外から日本側が攻撃可能な兵装を装備することを指してており、国産の兵器としては一二式地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾がその代表例とされているな。また一二式地対艦誘導弾の能力向上型が実戦配備可能となるまでのつなぎとしては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達して水上戦闘艦に搭載する方向が打ち出されており、遠距離からの対地対艦攻撃能力の獲得が施行されているぜ。いずれにせよ周囲を世界で6番目の面積を有する広い領海に囲まれた日本では、その防衛力の中核はやはり海上自衛隊の存在によるところが多く、2019年度以降の最後の中期防衛力整備計画で打ち出された体制の構築を急いでいるってわけだ。ここで示されている海上自衛隊の主戦力の体制は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機であり、それらの中でも潜水艦は日本の防衛における最も重要な戦力であると言ってよいだろうね。1945年8月にアメリカを中心とする連合国との太平洋戦争に敗戦を喫し、一時は潜水艦の保有を禁じられていた日本は、1954年に海上自衛隊の発足が行われたことで、再び潜水艦を保有運用する体制を取り戻したんだ。ただしこの時点では潜水艦の建造は太平洋戦争の敗戦によって禁じられていたことから、アメリカ海軍の通常動力型の攻撃型潜水艦である加藤級の民号を貸与され、これを1955年から黒潮として運用、再開を果たしたぜ。この黒潮は海上自衛隊に貸与された後、現三菱重工業者の神戸造船所で環境等の改修工事を行い1966年まで収益。これと並行して川崎重工業者の神戸工場で1957年には戦後初の国産潜水艦である親潮が寄港されるよ。そして3年後の1960年にはこれに続く国産の早潮型2隻が寄港され、同艦はそれぞれ現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場で建造が行われ、今に続くこの両者による国産潜水艦の建造体制が構築されたんだ。今年2023年3月時点における海上自衛隊の潜水艦戦力は、古い方から親潮型が8隻、総有型が12隻、太平型が2隻の22隻の実戦配備となっており、これとは別に2隻の親潮型が練習用の潜水艦として残されているね。海上自衛隊の潜水艦の数が現行の22隻体制となったのは2011年度の防衛計画の大綱からで、それまでは16隻体制であり、基本毎年1隻ずつの新造艦を現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が交互に収益させてきたってわけ。
16隻体制から現行の22隻体制へと6隻の潜水艦の実戦配備数の増加が行われたことで、それまでは16年プラス練習艦としての数年で退役を迎えていた形が、22年プラス練習艦としての年数に引き上げられた状況だね。今の22年プラス練習艦としての年数という海上自衛隊の潜水艦の収益期間は、他国海軍の潜水艦が少なくとも30年以上は使用されていることが常であることからは贅沢な運用とも思えるが、それだけ海上自衛隊が潜水艦を重視していることの証でもあるな。また現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が交互に2年で1隻を収益させる状態を維持していることで、そんな中で築かれてきた海上自衛隊の潜水艦22隻体制だけど、これを実現させたのは昨年2022年3月からであり、最新鋭の太平型のネームシップであり一番艦たる太平が収益したことで確立されたものなんだ。海上自衛隊の潜水艦として最新鋭である太平型は、今年2023年3月に2番艦の白鯨も収益を迎え、同級は最終的に何隻が建造されるのかは不明であるが、今年5月には6番艦の寄港がすでに行われているよ。現状で最も旧式の親潮型が2023年時点で未だ8隻が実戦配備中であることを踏まえれば、その全てを代替するために太平型は、少なくとも全10隻は建造されるのではないかと、推察されているね。太平型は全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートル、基準排水量が3000トン、水中排水量が推定で4300トンと目されており、前級である双流型を踏襲し、若干排水量が大型化したと考えられているみたい。また太平型はこちらも公表されていないため全てが推定値ではあるが、水中での最大出力は6000馬力で、最大速度は水上で13ノット、水中で18ノット以上と見られ、機関構成を同じくする双流型の最終の2隻とほぼ同等の性能だと推察されるぜ。海上自衛隊の潜水艦は現行の親潮型、双流型、太平型ともにその潜航深度はいずれも機密として明かされてはいないが、装備や建造に使用されて材質等の観点から、およその数値が推察されているからな。まずそうした中で最大値として推察されているのが、潜航深度1000メートルとするもので、これはそういう方が船体に使用している特殊鋼材 NS110 が物理的な計算上からはその数値まで耐えうることが判明しているゆえだね。ついで潜航深度を900メートルと推察する見方もあり、これはそういう型が搭載する主兵装である89式超魚雷の性能が、水深900メートルに及ぶことからそれと同等ではないかという点から主張されている説だよ。ただこうした説はあくまでも特殊鋼材 NS110 の耐圧性能や、89式超魚雷の性能をもとに可能性として言及されているもので、潜水艦の本体自体はそこまで実際に到達しているとみなす見方は一般的ではないぜ。少し古い話で恐縮ではあるが、現在の日本の最大の仮想敵国である中国では2017年に双流型の潜航深度を通常で500メートル、最大で600メートルほどと予想する記事がインターネット上で確認されたな。中国側のこの記事によれば特殊鋼材 NS110 の耐圧性能の最大値は踏まえつつも、双流型の潜水艦としての大きさや規模を踏まえて現実的な推察を行ったと考えられ、個人的にはこれはいい線をついているように感じるぜ。しかし双流型以降の日本の潜水艦が仮にこうした仮想敵国である中国側の見立て通りの潜航深度を有してると仮定しても、対中国艦艇との対峙が予期される東シナ海は水深はおよそ200メートルほどと非常に浅いんだ。よってそうした水深の浅い海域に日本の潜水艦が進出して作戦行動を行うことは非常な危険を伴うために考えにくく、もっと水深の深い海域に潜んで、全深度にも対応可能と言われている新型の18式超魚雷を活用する運用となるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022
2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。さて今回はこのレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に起工、1994年6月に浸水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦隊に複数のガスタービン機関を組み合わせた COGLAG 方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、胴体として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの007式 VL の試験や、新型単魚雷の12式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の一蓋式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思うぜ。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだね。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるかもしれないな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、一弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているぜ。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているな。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているよ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中。これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるんだ。その時のナレーションでは、
こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は 40mm、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ 2297 メートルを達成、これはマッハ7弱に相当するものだったぜ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよな。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないよね。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているんだ。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるらしい。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているぜ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をととめているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているぜ。日本でも水上戦闘艦に連夜が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年8月11日にサウジアラビアが日英未加国共同計画の次期戦闘機 F3 開発に参加を希望したよ。これをイギリスとイタリアは賛成したが、日本は反対を表明したと報道されたよな。あれからどのようになったのか、今回は次期戦闘機 F3 の開発計画について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。スマイルアップ。旧ジャニーズの性加害問題などで日本国内は荒れているけど、実はそんなことよりも、
この時期主力戦闘機 F3 の開発計画には国の将来の命運がかかっていると言っても過言ではないんだ。世界の戦闘機を撮影し続けるフォトジャーナリストの柿谷哲也氏は、サウジアラビアが参加を希望するのは予想できたと語るよ。実はイギリス軍とサウジアラビア軍の関係は自衛隊よりも古く、サウジ空軍の前身であるヒジャーズ空軍は1921年に英空軍の協力から始まった。以来、サウジ空軍は英国戦闘機を主力として運用しており、古くは BAC ストライクマスター戦闘機に始まり、ハンター、ライトニングなど120機を購入したんだ。最近で言うとイタリアやドイツも開発参加したファナビアトーネード戦闘機と攻撃機を計120機、ユーロファイターは72機購入している。イギリスとサウジの武器貿易の歴史を鑑みれば、サウジが参画するのは容易に想像できたはずだな。この事情を日本は知らないのだろうか。サウジアラビアの参画に反対を表明しているぜ。柿谷氏曰く原油、LPG 取引に影響が出るかもしれません。先日、サウジアラビア王族一行のアジア旅行では、日本をキャンセルして韓国に行っていますと話していたね。すでに日本は東アジアにおいて、韓国の後進国になろうとしているが、その影響がこの非英意味各国共同計画に出てくる可能性があるんじゃないかな。さらに柿谷氏はこの非英意味各国共同計画は、イギリスとイタリアが共同開発していた次世代戦闘機テンペストが資金難で苦しんでいて、その協力先に日本が出てきたので、3カ国開発がまとまりました。この状況でサウジアラビアが資金を拠出するとなると、開発のイニシアチブやデリバリーの優先をサウジが申し出る可能性がありますと語ったんだ。ところが日本国内の最大の障壁となる自民党と公明党の与党間で、戦闘機の第三国輸出を可能にしようと話し合いを続けていた。すでに事項の実務者協議においては、イギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機を含めて、装備品の第三国輸出を解禁したいとの考えが示されたぜ。これで万事うまく展開すると思われたが、航空自衛隊の那覇基地302飛行隊隊長を務めた杉山正樹元空将補は、そうでもないと指摘したな。杉山氏曰く次期戦闘機 F3 の輸出解禁はまだ何も決まっていないのに、積極的な閣僚や官僚たちが動き始めています。もちろん彼らはビジネスライクな形でやっているわけではなく、閣僚と官僚たちが戦略的に考えてやっているというバカな考えでやっているので、何も一致していません。サウジの非英参加国共同開発に参加に関しても、日本のメーカー自体は反対だと言っていない。おそらく反対だろうと言っているだけで、イギリスとイタリアがサウジを歓迎しているというのもないと思いますと語ったんだ。さらに杉山氏はこの報道の背景に関してこの裏を考えると、今後のサウジはオイルマネーだけでは厳しく、サルマーン皇太子は自国に何らかの産業を持とうとしています。その一つが、航空産業と第6世代戦闘機の特徴でもあるネットワークを含む軍事産業でしょう。彼には自国に生産工場を持って外貨を稼ぐという目標があります。F3 開発に参画するのもそのビジョンに当てはまっていますと推測したよ。しかし、サウジが F3 開発に加わると、混沌とした状況に陥るとした上で杉山氏はおそらくめちゃくちゃ、ややこしくなるでしょう。非英意は現在、各国の技術の得意部分を主導させ、作り分ける形を交渉しています。しかし、そこに何の技術力もない資金力だけを持つサウジが入って生産だけは自分たちで行い、さらにブラックボックスの生産もやるから、秘密もすべてくれとなる可能性がありますと付け加えたね。さらに杉山氏は今回の参加発端には日本政府が関係しており、サウジがここまでやる気になっているのは、先日の岸田首相のサウジ訪問が影響しています。勝手に岸田首相が日本の技術もありますから、一緒にやりましょうとものづくりに誘ったからです。もはや、岸田首相の政治的手腕でどう収めていくかにかかっています。自ら誘っておいて F3 開発だからといって断ることはできません。岸田首相はいろんな分野に種をまいて、ちゃんと収穫しないから、常に混沌としている状態にしてしまう。その問題の一つがこれでしょうと話しているな。
今回はまさに岸田首相自らが4カ国にまたがる国際問題に発展させてしまったってわけだ。岸田首相に収束できる力はあるのかと思いつつも、杉山氏はイギリスとイタリアにとってサウジのお金が入るなら日本に入ってもらう必要もありません。アメリカは A と組んだ日本を笑って見物しています。米国からすればこの事態は計算済みだと思いますと語ったみたいだね。その結果、日英3カ国で F3 は作れなくなり、当然のことながら日米共同開発も不可能となり、日本は空軍として2軍になるのかという質問に対して杉山氏はその可能性はあります。日本は第二次世界大戦終了後、アメリカから最新鋭の戦闘機をもらいながら、空自は空軍として成長してきました。今回それがなくなることによって、アジアで戦うのが非常に難しくなります。空自は第5世代戦闘機として142機の F-35 を持っていますが、F-35 がフライト停止になった瞬間に空自はなくなりますと答えたみたい。つまり、第6世代戦闘機とされる F-3 の開発計画が頓挫すれば、今後、中国ロシアと対峙しなければならない時に空自が消滅している可能性があると杉山氏は言っているわけだ。この問題が日本の未来を左右することは当然のことながら、これは岸田首相の今後の手腕に、全てがかかっていると言っても過言ではないぜ。日本単独だと完成まですごく時間がかかって、アメリカがもっとすごい戦闘機を作って、結局アメリカ製のものを買う羽目になることも否めないぜ。それに単独だと、完成したとしても1機あたりのコストが高すぎて生産数も限定されて、結局は足りない分を安価な他国の戦闘機で補う羽目になるという悪循環が起きるので、まだまだ共同開発をしないといけないというのが現状だろうな。確かにサウジアラビアの皇太子は曰く付きだし、権威主義国家は指導者の良し悪しで国としての動きが大きく変わるので、岸田首相の発言が失言のようにも感じるけど、文字通り外交事例なのだから絶対に言ってはいけなかったと否定するものでもないだろうね。そもそも戦闘機に限らず研究開発というものは、成功も失敗も必ずあるものだから、問題を回避することより問題が起きたらその経験を次に活かすことにベクトルを向けて、失敗体験をもとに具体的な資料を残したり、運用ルールを改定したりするという努力を積み重ねるから良いものができるということが重要だと思うぜ。サウジアラビアは F-35 導入計画の時もアメリカから参画を断られており、中距離弾道ミサイルを中国から購入して軍事的に接近しているのも理由にあるけど、皇太子の記者暗殺主導など人道的に大きな問題があるため、その行為自体が制裁対象になるからだろうね。サウジ参画によって日本が懸念するリスクは非人道的行為をした場合に制裁できず、国際社会から糾弾されるパターンだけど、ここは一度アメリカの度肝を抜いても良いのかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。